フォアックス世界一。俺原付で行ったじゃん。山口県の関門海峡の入り口で待ってくれとった人たちだったよね。でめっちゃ優しかったよね。でそれでさ、でありがとうみたいなでこう行くじゃん。で北九州着いた瞬間でバリやから俺と一気に違うとバリ光ったバイクとかさ、もうヤン車とかバリ止まっとってさ、銀太さんやったんや、まだ山口だよ頑張ってねーとか言ったらいきなり銀太ーとか言って、もう全然ちげえ、あそこの橋越えただけ。そこでも北九州治安悪いって話したらさ、これいや別にでも北九州でもちゃんとしたとこありますとかさ、いや間違いない、こ北九州住んでるやつ言ってくるけど、でもやっぱ普通に治安悪いよ、ね、普通に治安悪い、別にこれ事実や、いやマジで事実ない、本当にエグくて、そっから福岡まで行くのにもうバイク10台ぐらいと車10台ぐらいがずっとついてきて福岡まで、大統領みたいな、いやマジすごかったよ。それでずっとみんなバイクの音とかも改造しとけ、ベン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 とかなるけ、しかもさバイクでさ何十台も一緒にさ行ったらさ法律違反じゃん。そうやって来てくれるのはありがたかったけど、それなのにめちゃくちゃ大企業の仕事をやるっていう、ゴールの始球式に向かうやつの列じゃないっちゃって族連れて、いや族とやんちゃって早朝みたいになったかも多分やけど、ヒカキンとかが同じ企画やっても北九州でそういうやつ待ってない。確かに俺らやけんそういうやつが待っとっちゃう、バリやからおったもん、ちゃんとファン層はやからやもん。じゃあ前も北九でさなんか DJ やった時とかもさ、めちゃくちゃマジチンゲも生えてないような日からテキーラ乾杯しようって言われても、何歳やって聞いたら14って言われた14歳にテキーラ乾杯しろって言われるような場所やけん、やっぱおもろいよね。福岡の親不孝でもめっちゃおもろかった。14歳か13歳ぐらいのやつがさ、なんか酔っ払っとってさ、店の前に保つって、うわどうやって帰ろうか、お母さん寝とうき、接茶して帰ろうとか言って、接茶、そう接茶で帰るっちゃ、あいつらちゃんとめちゃくちゃおもろいの、ちゃんとチャイム積んで帰るからな。で今はもう窃盗できんよね多分、鍵がもう違うから、福岡とか来たけど破壊するやん。確かに小学校の時とか友達の団地ってさ、遊戯王カードをさ交換しに行っただけやったんよ、ほんの5分ぐらいね、うん、で団地だから鍵閉めんでいいと思って思っとったら一瞬で5分でなくなっちゃったそれとかを鍵閉めとったらね、普通にあれだよ、あのサドル抜かれとって人参刺さっとったわサドルだけ取られて人参刺さっとったことあるよマジで団地でバリエグイと意味やからんバリ意味やからん、マジで意味やからん、マジでやばいよ普通に。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。